対戦です。赤コーナーはベネズエラのホルヘ・リナレス。日本での試合は3戦3勝 2KO です。対する青コーナーはフィリピンのスーパーバンタム級4位アリエル・オーストリア、現在28歳です。第1ラウンドのゴンが鳴りました。スーパーバンタム級の8回戦です。赤コーナー白のトランクスはベネズエラのホルヘ・リナレス。帝拳ジムの契約選手です。ベネズエラではアマチュア時代戦績が150戦144勝です。5年連続アマチュアチャンピオンに輝き、母国ではゴールデンボーイと呼ばれています。黄色のトランクスアリエル・オーストリア、95年1月に地元ミンダナオ島のダバオで4回戦判定でプロデビュー勝利で飾りました。その後8年間で44戦しています。そのうちの勝利は14勝です。前へ詰めていく左のボディ、強烈な音が後楽園ホールに響き渡りました。右、早くもアリエル・オーストリアの顔が赤くなってまいりました。足を使います。白のトランクスのリナレス、母国ベネズエラでは5年連続アマチュアチャンピオン、ゴールデンボーイと呼ばれています。足を使います。左のボディから右ストレートが得意パターンと話しています。残り時間第2ラウンド20秒を切りました。ワンツー、左のボディ、じっくりと様子を見ます。両者左のジャブをついていきました。アリエル・オーストリア、左右フッ、左のボディ、強烈な左のボディです。この左ボディだけでも相手を倒す能力を十分に持っています。ホルヘ・リナです。アリエル・オーストリアもパンチを返します。左ボディ、左のボディ、右、左右、自分のリズムを崩しません。リナレス、17歳のリナレス。対する青コーナーのアリエル・オーストリアはその11歳上になります。現在28歳。ボディ、ボディへの連続、右フック、左フック、後楽園ホールドッとどよめきました。コンビネーションを打っていきます。リナレス、ボディを打っていく、左のボディ、ここはクリッチです。アリエル・オーストリアクリッチ、5ラウンドです。左のジャブ、足を使う、適度な距離を保っているのはホルヘ・リナレス。距離を保しつつ一気に連打を浴びせていくのがホルヘ・リナレスです。おっと、少し挑発しているのがアリエル・オーストリア。右手を振ってリナレスを挑発している様子です。おっと、これはダウンを取りました。リナレスがダウンを奪いました。カウントを取られます。アリエル・オーストリア、自分のリズムを崩さないリナレス、左のジャブをついていきます。左右、左のフック、左のジャブをついていきます。顔がだいぶ腫れてまいりました。フィリピンの黄色のトランクスアリエル・オーストリアです。現在28歳。対する白のトランクスリナレスは17歳です。今日が日本での試合は4戦目。今までの3戦は全て勝っています。そのうち KO は2回。先ほどの第5ラウンドのダウンシーンです。途中リナレスを挑発するようなことがあったんですけれども、アリエル・オーストリア、ここでリナレスにダウンを奪われてしまいました。こちらがダウンを奪ったホルヘ・リナレスです。常に前へ前へ出ていっています。黄色のトランクスのアリエル・オーストリア、そして左のボディを打っていったのはリナレス。右、右ストレート、強烈な右ストレートを入れましたリナレス。右、そして左のフック。現在試合は第6ラウンドです。冷静に相手の様子を見ます。5年連続アマチュアチャンピオン、ゴールデンボーイと呼ばれているホルヘ・リナレスです。左のジャブ、第6ラウンド2分を切りました。左を返していきますアリエル・オーストリア。先ほどの第5ラウンドではリナレスを挑発するような場面も見られました。リナレスが強烈なパンチを浴びせているんですが、まだ少し余裕がある様子のアリエル・オーストリアです。左のボディ、左、リナレス得意の左ボディを当てていきます。
アリエル・オーストリアの周りを時計回りに回ろうとしているんですが、ここは逃がしたくないといった様子の黄色のトランクスのアリエル・オーストリア。左のボディ、左のボディの連打、右左、そしてアッパー、左のボディコンビネーションを打っていきました。左のフック、右のボディ、そして左のボディ、右左、強烈なボディを打っていきます。後楽園ホールがどよめいています。ここで再び距離を取ります。ホルヘリナレス非常に冷静です。現在第7ラウンドです。冷静に相手の様子を見るのは白のトランクスのホルヘリナレス、帝拳ジムの契約選手です。左のボディ、強烈なパンチを持っていますホルヘリナレス。夢は当然のごとく世界チャンピオンです。試合は第7ラウンドです。両者リングの中央、フェイントをかけますリナレス。左のフック、強烈なパンチを持っているリナレス、まだ17歳です。左のフック、右で相手のパンチをかわしました。左のボディ、左のボディ、現在ラストラウンドです。コンビネーションの後には左のボディを打っていきます。ホルヘリナレス打ち終わった後は距離を取ります。ボクサーファイタースタイルのホルヘリナレス、今日が日本では4試合目になります。おっと、リナレスもここは相手を挑発しているんでしょうか。残り時間30秒を切っています。ラストラウンド、この時間でこのラウンドで勝敗がつかない場合は判定に持ち込まれます。距離を保ちます。まもなく10秒を切ろうとしています。ラストラウンド、またしても左のボディを打っていきました。残り時間10秒を切った。ホルヘリナレス、しかし冷静に距離を保つ。ラストラウンド、距離を取りますホルヘリナレス。ここで試合終了です。試合終了と同時に右手を上げました。ベネズエラのホルヘリナレス、こちらがベネズエラのホルヘリナレスです。勝者赤コーナーホルヘリナレス、勝者赤コーナーホルヘリナレスです。フィリピンのアリエル・オーストリアを判定で下しました。ベネズエラのホルヘ・リナレスです。